はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。今日もね人間の体の健康についてねお話ししていくんですけどもね最近ね日本でよくねアレルギーっていうのがね多くなってきてます。僕はねよく食材の話をして皆さんにおすすめをしているんですけども気をつけてもらいたいのがアレルギー反応なんですよね。たまにねアレルギー反応を起こす可能性がある食材をこうやって紹介してますけどもこう皆さんに向けてね注意してくださいねとかねアレルギーの方はお控えくださいとかっていうのをこう言う時と言い忘れる時があるんです。注意をね促すことをこう忘れてはいけないので僕自身もね注意していきたいと思っております。でそんな人間というのはね体はですね一人一人ね違う性質を持ってますので誰もがみんな同じものを食べるとは限りません。先日ねくるみのお話をしたんですけどもねくるみを食べた場合であってもですねこのアレルギー反応を起こしやすい可能性があります。でくるみアレルギーっていうのはですね平成30年の時点でですね全国でね251例っていうのがね報告されてるらしいんですよ。これはさっき調べたからねちょっとねこれは言わないなと思ったんですけどもでこの数字っていうのは卵牛乳小麦に次いで4番目に多い症例の数だそうです。平成30年の時点ではね今はどうかわからないんですけどもそれぐらい多いですよっていうのがね、分かってたんですよ。卵やね乳製品などの比較するとですねナッツ類っていうのはですね経年的な、ね、耐性が得られにくいためにですね成人の発症がねもう近年ね多くね報告されています。ナッツはね、木の実の、ね、中の種なんですけども、それとよく同じ種類とねされているのがねピーナッツといったね豆類なんですよね。そうなんですよ。最近日本で多くなってきたと言われているのがピーナッツアレルギーなんですよ。ピーナッツといったね豆類とね、ナッツ類のね種というのはですね、それぞれ、本来の働きというのは同じで、ただ人間が決めた項目がね違うだけで、さほど変わりはないんですけども、そんなね豆類にもアレルギーがあって、大豆とかがそうですよね。その中でも美味しくって大人気のねピーナッツの話なんですけどね今日はね。欧米に多いとされているねピーナッツアレルギーなんですけどもね、日本でも増えておるんですよ。で症状がね重篤化しやすいことで知られててね急に激しい症状に、ね、襲われるねアナフィラキーになる場合もあります。アナフィラキーをね起こしやすい食べ物としてね、さらに重篤化しやすいピーナッツっていうのはですね蕎麦や小麦に並んでね症状が重篤化しやすいねアレルゲンの一つで加工食品中においては原材料表示が義務付けられていますよね。パッケージの裏にパッとこう見たらね表示を見れば書いてありますし子供が食べるようなお菓子ならば表面のね端っこら辺にね買いに来てくれるママにねお母さんにね分かりやすいように表示してくれてます。で最近はね食の欧米化が進んだ日本でもですね子供を中心に患者さんがね増加傾向にあります。症状というのはですねかゆみとかね発疹などのね皮膚症状ですよね。あとは咳やねなんかぜいぜいするなどの変な呼吸器の症状とかね、あと腹痛、お腹痛いなとかねうえっと吐きそうになる吐き気などのね消化器官系の症状などのね他のアレルギーと大きなね症状とはね違いはないんですよ。だからピーナッツを食べたことによってねそういうふうなことがなってるのかなっていうのがやっぱり分かりにくいんですよね。幼少期にね発症して成長とともにね次第にね治まる人もねいてますけどもね成人してもね症状が続く人もいます。もうね全身にねアレルギー症状が出てしまって呼吸困難とか激しい嘔吐とかね腹痛とかねもうねそれはさっきと一緒なんですけどももう意識障害とかっていうのも起こすねアナフィラキシーになることもあります。でアナフィラキシーっていうのは起こす食べ物というのはね様々あるんですけどもピーナッツっていうのは卵牛乳乳製品ね小麦そばに次いで多いんですよ。でそうしたケースではですね緊急時に使用する薬剤としてねアドレナリンのね自己注射薬として有名なねエピネフリン自動注射器というねエピペンっていうのがエピペンじゃないね逆エピペンっていうのがねあってですね、自分でこうプスって刺すやつ、ここなんかどうか分かりませんけど刺すやつがあるんですよね。でそれはね、あらかじめその病院の先生にね処方してもらって、学校などに持参する、ね、お子さんたちがね増えてるんです。これはね病院へ着くまでの補助治療薬として使用することで危険な状態を回復できますという感じで、あくまでも補助治療薬として使うもので、使ったら必ず病院に行かなければなりません。使わないことが一番いいんですけどもね。そもそもアレルギーのね、食材をね、避けなければいけませんので、ちょっとめんどくさいですけども、先ほど言いましたけども、原材料表示のね、確認をした方が本当にいいですよね。しかしですね、海外のね、お土産とか、店頭で販売している、お惣菜などというのはね、原材料をね、確認できないものとかあるじゃないですか。そういうのは本当に十分注意してください。しかしね、注意しすぎて、ナッツ類全般をね、避ける人もいますけどもね、ピーナッツっていうのはあくまでも豆類なんですよ。お豆さんね。で、ナッツは木の実で、アーモンドやカシューナッツは間違いなく食べられる人がほとんどなんです。現れる症状はね、個人差が多くてですね、大量に食べても、皮膚症状がこうわずかに出現する人もいれば、ほんまにちょっと食べただけで症状がぶわっとね、こう重たくなる人もいます。原因となるアレルゲンっていうのが、どの程度なら食べれることができるのかっていうのを調べるね、食物経口負荷試験っていうのがあるんですけども、それで検査すれば、摂取可能量っていうのをね、知ることができます。これはね、アレルギーが確定しているか、疑われている食品っていうのを単回というか、1回なのか、複数回に分けて分割して、摂取させて食べていって、その症状の有無を確認するっていう検査で、原因の食物の確定診断っていうのと、安全に摂取できる、安全に摂取できる、食べることのできる量っていうのの決定、またはその耐性獲得っていうのの診断のために行う検査です。これはね、食べるやり方ですけどもね、どんだけ食べれるのかって、食べていいのかどうかっていう、抗体があるのかっていうのを調べるんですけども、これ以外にもね、血液検査でもね、ある程度はわかります。今はね、赤ちゃんが生まれてからある程度したら血液検査も受け入れて、食べ物以外のね、花粉とか、動物などのアレルギーもね、検査することができますので、子供のうちにね、検査を済ませる人も多いですよね。そんな感じでね、最近多くなったピーナッツアレルギーなんですけどもね、その他にもね、体に意図されているものであっても、みんながみんな食べれるものとは限りません。僕なんかね、今は骨髄移植をしたことによってですね、食事制限とかありますので、以前に食べれたものであっても、今は食べたらあかんねんっていうものがね、めっちゃ多いんですよ。ちなみになんですけども、そんな感じでね、急にね、食物アレルギーもね、他のアレルギーもそうなんですけども、ある日突然に訪れることがあるんですよ、アレルギーっていうのが。これまでね、普通に食べれたものが、この日を境に急に痒くなったりとか、息苦しくなったりして、場合によってはね、重篤な症状になることもあります。で、ほんでそれがね、大人になってから、急な食物アレルギーっていうのはですね、完治しない可能性もあると言われています。食事中にね、なんか急に変な症状が出てきたなと思ったら、一度ね、病院でね、検査してみてください。本当に怖いんでね。花粉症なんか特にそうですよね。子供の頃は花粉なかったのに、働き出してから急に花粉出てきたなーっていうのが僕なんですけども、本当にそうなんですよ。全然違和感なかったんですよね、今までね。でもね、春になったら鼻がぐずり出した。で、秋になったら目が痒くなって、さらに鼻水も出てきたぜっていう時があって、その時を境に、もうずーっとね、春と秋にはね、もう花粉症がすごいんですよ。しんどいんですよ。だからね、食物アレルギーでも動物アレルギーであっても、ね、例えばね、ハウス雑草とかあるじゃないですか。そういったのも突然やってくるのが怖いんで、ね、突然やってきたら、必ず検査するようにしていってください。症状的にね、僕みたいな花粉やったら、僕が花粉症になったなと思った時は、耳鼻科行ったんで、耳鼻科で、これはもう明らかに花粉症よって。そこの先生ね、びっくりしたんですけどね、検査もしてくれなかったんですよ。病院行ったらね、もう先生なんかね、急に鼻水と目が痒くなってきてね、もうしんどいんすわーって言ったら、それはもう絶対花粉症やわ。で、今の時期に出てきたんでしょ。あれとあれとあれなんで、それに効く薬出してください、飲んどいてって。検査してくれないんですか？そんなん検査せんでもわかるよ。っていうね、なんかそんなノリで、される場合もあるんです。なんかアットホームな感じの、いい感じの関係性がある、お医者さんやから、ええかと思ったんですけども、ね、何かしら、なんか検査なりしてほしかったなと思ったんですけど、まあ、おかげさまでねその薬飲んではなんとかその症状は治まることができたんでその時期になったらその薬を飲むようにっていうふうに今まではなってたんですけど病気してからはそうなれば薬ね今決められてる薬しか飲めないんでダメなんですけども、まあ、そのようにある日突然いつ何が起こるかわからないんで、まあ、そうなったら必ず病院に行ってください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画いいとって思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。